はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト、モンスターズ2、イルトルカの不思議な影スピー続きやっていきたいと思います。今回ですけどね、またね、ここからやっていきたいと思います。はい。あと2回かな。まあ、それまでにね、作れるモンスター作っときたいなと思うんですけどね。はい、ということで。これ多分樹氷だと思うんだけど。ね、これ作りましたね。猿、樹上の国に君臨するあの最強の2人がまさかの参戦。だね、早い人だったらこの先行ってると思うんですけどね、1日でクリアした人とかだったら。だから自分ね、3日ぐらいかけたからな、最初。だからその人たちより3日ぐらい遅いと思うので、で、この次に出てくるので、まあ、配合できるモンスターがまただいぶ増えていくので、まあ、そこまでに自分はできることをやっておきたいと思います。はい。ルビウス・メイザーの魔戦士兄弟とその召使いセバスチャン登場です。だここで、ああ、こんなん久しぶりだなーって思う状況なんでしょうけどね。自分もう作っちゃってるので。はい、これもね、A ランクですね。ヒヒヒヒ、あなたの噂を聞きつけ、遠路はるばるやってまいりました。まさか君のような子供が奇跡のマスターとはな、実に面白い。さあ来い、お前を倒し。我ら兄弟の名をこのマルタン国に轟かせてやる。またデイリーはやっときますんでね。はい。第6戦。第7戦でとりあえず一周だと思いますので、まあそれはまた、その時やりますんでね。それまでにまだ配合できるモンスターいるので、卵もね、生まれますんでね、そのうち。ね、全部仲間マークついてるのを笑えるよね。だからね、実況とかで、まあ人によってやり方違うでしょうけど、自分ね、全部取りながら来たので、さすがに1日はできなかったんでね。まあそうやればもう、こことかも、まあ昨日のうちできたんかなと思いますけどね。例えば、キリキリバッターとか作ってましたけど、まあ自動 HP 回復とかついてましたけどね、別にあれつけなくてもね、いいみたいなんで、まあ好きなようにやりますんでね、その時その時で変えていくので、まあそれ外せば、まあ別にね、違うものをつけてもいいでしょうし。あははは、予想以上の強さだったぞ。さすが奇跡のマスターと呼ばれるだけはある。しかし、辞表最強と謳われた我ら兄弟がいとも簡単に倒されるとはな。さあ、これを受け取ってくれ。楽しませてもらったせめてもの礼だ。はい。まあ、ここはね、一回やったとこは、もう裏でやっときますんでね、毎日ね。それでは、イル様、また会う日までごきげんよう。明日はいいもの手に入ります、これ。はい、24時間経った後よ。はい、そしてね、今戦ったメーザーですけど、まあここに合わせてね、わざと配合をずらしてたんで、さっきこっち作ってもよかったんですけど、メタルスターとか自分作ってましたよね。だメーザーとかリビウス出てくるの知ってたんで、6戦目は。だからその時なんですけどね、その時わかりやすいんですけど、そのメーザーの作り方はね、まあちょっと前に動画で出してるんですけど、そのメーザーとキングヒドラで、これね、流行というバルグリスできるんですよね。で、これとりあえずメス作って、ね、バルグリススキル。はい、ずっと。でね、これをレベル上げて、まあ、さらに今回、上の上くらいまで行こうかなと思います。はい、ですね。今作った流行帝バルグリスとヒヒドラードね、前ね、
まあ、作ったり、まあ、作ったりっていうか、鍵で手に入りますよね、ヒュードラードはね。まあ、そんなので、これができるんですよね。強魔獣メイザー。先ほど出てきたメイザーのね、まあ、強魔獣版って言えばいいのかな。ようやくこれができるので、まあ、この次まで作りたいかなと思うんですけど、まあ、今更かよって感じもあるんですけど、まあ、他のね、まあ、ここ先やる人もいれば、まあ、他先やるね、私も他のモンスター作って、今回メイザー出てくるから、ここは後でやったって説明してましたよね。だからそういう趣旨なんでね。だから、やる順番なんか人によって違うので、まあ、こっちが先だから偉いとか偉くないとか、そんな話じゃないのでね。ゲーム早ければね、すごいかもしれないけど、偉いとか、なん全然ないので、まあ、そういう目で見ていただければいいかと思います。ね。まあ、作ってない方ももちろん見てますしね。もう特に作ってる方も見てますし、私含めそうなんでね。昔のイルルカ 3D とかで全然作ってますので、テリワンとかで。だけど、このゲームでは、今のタイミングで初めてできたって感じなんでね。まあ、それは人によって違うんでね。それだけはご理解ください。ということで、強魔獣メイザーですけどね。ああ、もうすごいよね。これギロギロとかモージャン周年とかついてね。これもね、テリワン SP で対戦で結構使ってる方いましたけど、結構強いんだよな、これ。それで、これとね、持ってるような。まあ、前作ったんですけど、新潮レティスと新竜でできるものがいたと思うんですけどね。まあ、それも景品で手に入るんですけど、あ、いた。オスですか、じゃあ。これの、オスを作りますと。はい、強魔獣メイザー。これがね、まあ、白い霧とかもあるね。雷神霧、兜割り、天意無法座、仁王霧。仁王霧とかいいですよね。身代わりしてても横食らうもんね。白い霧、守りの霧、光の波動、ザオリク、ジオウ激烈鳥。これ何気にね、結構いいものを揃ってますよ。ヒフドラードもいいよね。こっち凍てつく波動ついてんの？光の波動か。有効帝バルグリスとかね、もうだいぶやばいけど。はい、できました。強魔獣メイザー、ね。それでこれもレベル上げてきますね。ここら辺は前のね、イルカ 3D とかでもやってますんで、全然。ただ今回ね、こう、最後作るのいますけど、そのさらに上がいますんでね。それまだ動画にしてないので、いるのって感じなんですよ。例えばね、テリワン SP だと、この次ぐらいからね、もう、ワールドとか、そういう、そういう話になってくるので、もう一体いましたよね。作ってないのね。そこになってくるんですけど、今回違うんでね、作り方もちょっと違うんで、そこを次回やろうかなと思います。とりあえずレベル上げてきますね。はい、ですね。ちょっとレベル上げてきたんですけど、ちょっとね、服装も変わってんですよね。天空でね、型紙ありましたよね、服のね。あんな下りもあるので、まあ、そこに行ったらね、他の服ももらえるイベントとかもあるので、まあ、ぜひね、時間があるときやってみてはいかがでしょう。まあ、動画にしようと思ったんだけどね、まあ、簡単なんで、そこまでやんなくてもいいかな。まあ、どっちもいいかな。行けば、あります。で、結構いっぱいいるので、これだ。はい。アギロゴス。これで、これね、魔戦神ゼメルギアスがやっとできますと。でね、これはテリワン、まあ、3D だ、リメイク版だね。リメイク版の、まあ、裏ボスでもあるんですけど、まあ、テリワン SP にもいたしね。まあ、前回の、前作のイルルカ 3D でもこれ作れたので、まあ結構いろんなね、まあジョーカー3でもいたしね、プロフェッショナルの方ね。だそんな感じでいろんなところに顔は出してるんですけど、まあ、これね、使って次回また配合したいと思いますので、とりあえずね、この先を考えなくちゃいけないんですよね。次回効率よくいくのに。次回また2体作りますので、まあ自分作り方してるんでね、絡んでくるモンスターが、前に作ったもんまた絡んでくるんですよ。ね。オスか。ちょうどできてんな。
SP は消したくねえな。はい、できました。魔戦神ゼメルギアス。ね。これをまたね、レベル上げなくちゃいけないので、キリキリバッタもね、また新しくは作ってるんですけどね。今何気にスペクテッドとか言いましたけど、あの D ランクのモンスターですね。あれもカメハやったらね、3回ぐらいで自分持ってきたっけな。そういや。あとスラニンとかも一回だけ持ってきてるんですけど、あと卵から生まれたりとかもね、あるですしね。ちょくちょく裏でやってる部分はあるんですけど、動画にはなってないけどね。だからそれは聞いてくだされば、答えますし、動画でね、まあ、コメント欄で答えられないときは、まあ、ツイッターとかでも、の方が気づくかな、自分は。ちょっと全部目通してるつもりではいいんだけど、通しきれない部分もあるので、まあそういう時はね、言っていただければいいかと思います。あね、まあこのゼメルギアスですけど、例えばゼメルギアスを先作ってね、まあ次ワールド作る人もいるでしょうし、ね、まあ先にまた違うルートから作る人もいるでしょうしね。だから人それぞれなんでここまで来ると、どっから先作るとかじゃなくて、まあ最終的に行き着く場所は一緒なんでね。だから1と2と3をやって、まあ全部配合して4ができるみたいな感じだったらね、3先やって2やって1やる人もいるでしょうしね。だそういう感じです。だからその時に鍵入ったりすればまた違うでしょうし、途中でね、例えば自分なんかキャプテンクローをね、動画内でいきなり手に入った時あったんですけど、まあそこでね、あ、キャプテンクロー入ったから次作れるみたいな感じでね、まあ次の作業が決まったりとか、本当にやってるうちね、まあ臨機応変にやるとこは変えていくので、全部一気にできないんでね。だからそうやってる間に、金策とかどこでやるんですかとかね、経験値もらえる鍵ってどこにあるんですかとか質問来るので、まあそれに合ったね、動画とか作るんですけど、まあ今更なんでそんなの作ってんだみたいなね、ありますけど、それ人それぞれなんでね、そういう人もいるし、今こっから始めてる人からしたらすごい参考になるでしょうしなんでね、一人だけ配信してるわけじゃないのでね、まあそういう、なんだろう、まあ全体に配信してるっていうのがそういうことなんでね、まあそこだけご理解いただければ嬉しいと思います。はい。ということで、次回、このゼメルギアス使って配合していきますので、よろしくお願いします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。